ザグレブ大学は、クロアチア共和国の首都ザグレブに所在する、同国最大規模の国立大学である。設立は1669年で現存する、クロアチアの大学としては、最も古く、南東ヨーロッパ全域及びオーストリアウィーン南の中央ヨーロッパの中でも古い大学に属する。2011年には、世界大学学術ランキングで、世界大学トップ500に数えられた。 また学内での研究成果が国内に占める割合は約51%と過半数に達する。ザグレブ大学の前身となる学校は1669年に創設された。17世紀のクロアチア地方はオーストリアの支配下にあるハンガリー王国の領内であり、当時神聖ローマ皇帝にしてハンガリー王であったハプスブルク家のレオポルト一世によって統治されていた。 1669年9月23日、レオポルト一世が、王領自治市であるザグレブでのイエズス会学校の設立を認可する法令を発布し、これを受けて、ザグレブ大学の前身となるイエズス会学校が設立された。この学校での哲学研究は、ネオアカデミアザグラビエンシスとして正式かつ法的な地位を獲得し、学校も公式な高等教育機関となった。学校は、 イエズス会インラによって運営され、この体制は、イエズス会が1773年に、教皇クレメンス14世によって解散されるまで一世紀、以上続いた。1772年に新体制が執行された時点での学生数は約200人であった。1776年、ハンガリー王位を継承したマリア・テレジアにより、王立科学学校の設立認可が発布された。 この学校は、哲学、進学、法学の三学部から構成されており、それまでの政治行政学は新設された、法学部の一部として取り込まれた。各学部には単一もしくは、複数の学科を受け持つ教授が複数名配置された。学校は組織の変更を複数回経ながらも、クロアチアのインテリゲンツやの大多数を教育する。 クロアチアの中心的な高等教育機関として1874年まで存続した。1861年、司教であったヨシプユーライシュトロスマイエルが議会に大学設立を建白し、1869年には、新生ローマ皇帝フランツヨーゼフ一世は大学設立を認可する法案に署名をした。この法案は5年後の1874年に、 大学設立法として議会を通過し、同年1月5日に皇帝によって追認された。1874年10月19日、大学は王立フランツヨーゼフ一世大学として設立され、開校セレモニーが行われた。当時二重帝国であった、ハンガリー領内ではで3番目に開設された大学となった。1874年時点では大学には次の4。 学部が存在した。医学部は1874年時点では大学機能に含まれておらず、機能化は1917年まで待たなければならなかった。当時の哲学部は科学分野全般を領域としていた。1876年からは地質学、植物学、物理学、数学、科学が1877年からは動物学が 1882年からは薬学が、1883年からは地理学が哲学部に含まれた。1860年以降は他の大学の吸収が続いた。まず1860年に王立農林大学がクリジェブチに開設された。1898年には林業大学が哲学部の一部として開設され、哲学部はすべての専門領域を包括することとなった。 林業学部は1919 19年に農林学部として分立している。また1919 19年には技術学校と獣医学学校が開設され、獣医学学校は1925年に、ついで技術学校は1926年にそれぞれザグレブ大学の学部として編入された。1920年代には哲学部の大規模な再編が立て続けに行われた。 1928年に、数学科、薬学科が哲学部から分離したのを皮切りに、次第に、その他科学部門も分離されていった。両学部が分離された1928年には、哲学部は、現在の名称ファイラゾフスキー・フェイカールテットに変更されている。1926年時点では次の7学部が存在した。第二次世界大戦中のクロアチア独立国時代には、 クロアチア大学としても知られた。哲学部にあった各学科は1942年、1946年、1963年に順次分離され独立の学部となった。工学部も1956年に次の4学部に分割された。これ以降の現行の学部については設置学部にて講述する。29学部、3芸術学校と クロアチア学を学ぶセンターが設置されている。大学は、評議会を中核に、大学協議会、学長コレギウム、学長の、計4機関で運営される。定員は70名。学長、職員、学生代表によって構成され、議長は、学長が務める。校則や、学習計画、財務等の運営方針を採択する。 任期4年である学長の選出も評議会が行う。大学の監督、指導機関で大学運営の監視と関連した議論を行うが、評議会と異なり、新学長の選出や大学の方針決定に関わる権限は持たない。全12名で構成され、半数となる6名は大学内から、もう半数はクロアチア議会やザグレブ氏、バラジュリン市といった。 公的機関から選出される。学長の意思決定の補佐機関。学長と副学長のほか、各学術分野の協議会の代表者7名と、学生の代表者1名によって構成される。学長の任期は4年で1期のみ再選が認められており、教授職にある者だけが、学長候補の資格を持つ。学長は5名の副学長を推挙し、この人事は上述の評議会で諮問される。 総生徒数は約72,480人で国内の大学生総数の48.5%に相当する。1874年以降、ザグレブ大学では20万人以上の生徒が学士号を1万8,000人以上が修士号を8,000人以上が博士号を習得した。教員数は7,915人である。ありがとうございます。